共有メモリ、情報処理において共有メモリとは、複数のプログラムが同時並行的にアクセスするメモリである。複数のプログラム間の通信手段として使う場合と、単に複製を用意する上調さを防ぐ目的の場合などがある。共有メモリはプログラム間でデータをやり取りする効率的手段である。文脈によって、それらプログラムが 単一のプロセッサ上で動作する場合と複数の異なるプロセッサ群上で動作する場合がある。単一のプログラムの内部でメモリを使って通信する場合もあり。例えばマルチスレッドが典型的だが仮想空間を元々共有している場合は共有メモリとは呼ばない。コンピュータのハードウェアによる共有メモリはマルチプロセッサシステムにおける複数の CPU が アクセスできるラムの通常大きなブロックを意味する。共有メモリシステムでは全プロセッサがデータを共有しているためプログラミングが比較的容易で同じメモリ位置へのアクセスによって高速なプロセッサ間通信が可能である。問題は CPU はなるべく高速なメモリアクセスを必要とするためそれぞれにキャッシュメモリを持っていることが多い点である。そのため 以下の二つの問題が生じる。ボトルネック問題を和らげる技術として、クロスバースイッチ、ハイパートラポート、CPU バスの分離、フロントサイドバスとバックサイドバス、等などがある。共有メモリ以外の方式としてや、分散共有メモリがあるが、どちらにも似たような問題がある。また、沼も参照。ソフトウェアにおける共有メモリは、以下のいずれかを意味する。 プロセス群は共有メモリ領域に通常のメモリ領域と同じようにアクセスできるので他のプロセス間通信、名前付きパイプ、ソケット、チャーバなどと比較して通信手段としては非常に高速である。しかしプロセス群が同じマシン上で動作しなければならないという制約があり他の IPC 手段はネットワーク上でも機能するプロセスが 別々の CPU 上で動作する場合は、ハードウェアによる U メモリを使っていることになり、キャッシュコヒー練習などに注意が必要となる。プロセス間の通信がファイフォーなストリーム型の場合は、名前付きパイプも通信手段として検討すべきである。一般に共有メモリ自体は保護機能を持たないので、動作は高速である。しかし共有されるメモリは不定のタイミングで複数のプロセスから、 アクセスされる可能性がある。競合を避けるためには、セマホやロックなどで競合を回避しなければならない。共有メモリによる IPC は、例えば UNIX 上の X サーバーとアプリケーションの間で画像を転送する場合や、Windows のコムライブラリーでコディチェ1関数が返すコディチェにオブジェクトの内部で使われる。一般的に共有メモリが使われるアプリケーションとして、 オラクルなどのデータベースがある。ユニックス版オラクルでは、スカと呼ばれる共有メモリ空間に、データベースワッファキャッシュが置かれて、数のプロセスからアクセスさせて、性能の向上を図っている。動的ライブラリーは一度メモリ上に置かれると、それが複数のプロセスにマッピングされ、プロセスごとにカスタマイズされる、ページ群、シンボル解決に違いが生じる部分だけが複製され、 通常コピーオンライトという機構で、そのページに書き込もうとした時にコピーが行われる。パズウィックスには共有メモリの標準化 API として、パズウィックスシェアードメモリがある。これは、シス、マン、エイジにあるコディチェ3という関数を使う。パズウィックスのプロセス間通信、パズウィックス、XC 拡張の一部には共有メモリ関数として、コディチェ4、コディチェ5、 コディチェ6が含まれている。コディチェ3で生成された共有メモリは永続的であり、プロセスが明示的に削除しない限りシステム内に存在し続ける。ただしこれには欠点もあり、共有メモリを削除すべきプロセスがその前に異常、了したとき、その共有メモリがシステムのシャットダウンまで残存し続けることになる。そのような問題を避けるには、 ママップを使って共有メモリを作成すればよい。二つの通信し合うプロセスが同じ名前の一時ファイルをオープンし、それに対してママップすることでファイルをメモリにマッピングする。結果としてメモリマップされたファイル、メモリマップとファイルへの変更はもう一方のプロセスからも同時に観測できる。この技法の利点は両方のプロセスが終了したき、OS が自動的にファイルをクローズし、 共有メモリを削除する点である。Linux カーネル2.6では、ラムリスク形式の共有メモリとして、Dev.shm が導入された。より正確に言えば、誰でも書き込めるメモリ内のディレクトリであり、その容量の上限は、エトセトラ、デフォルト、tmpfs で指定できる。Dev.shm 機能サポートは、カーネルの設定ファイルで指定でき、デフォルトでは無効となっている。 なお、レッドハットやデビアンベースのディストリビューションではデフォルトで有効になっている。Android では Linux カーネルを使用しているが IPC 関係が一部無効になっており独自に開発した現在は Linux カーネルに入っている a s ュマ m a m を使用している。メモリが不足した時にカーネルが解放する仕組みがあり解放されないようにするには c o d i c 8を使い指定する。 マイクロソフト Windows では Win32 API のコディチェ9関数を使って共有メモリ、メモリマップとファイルを作成することができる。クライアントガープロセスはコディチェ10関数を使ってホストガープロセスにて作成済みの共有メモリのハンドルを取得することができる。共有メモリを各プロセスのアドレス空間にマッピングするにはコディチェ11関数を使う。 なお、w i n d o w s API にはコディチェ1 2などシェドメマリーの名前を持つ関数があるが、これはセキュリティ関連の API であり、メモリ共有のための API ではない。これをメモリ共有のために使用すればリソースを大量に消費しシステムリソースを使い果たす可能性がある。一部の CE ライブラリは共有メモリ機能への移植性の高い オブジェクト指向的なアクセスを提供している。例えば、ブーストのブースト、インタープロセス C ライブラリーがあり、ポコ C ライブラリーズには、ポコ、シェドメマリー、QT には、クシェールドメマリークラスがある。PHP では、パズイックスで定義している関数群とよく似た共有メモリ用 API が存在する。ネットフレームワークは、バージョン4デコディチェ13クラスを標準化した。 ネットコアあるいはザマランを通じて、Windows 以外の他のプラットフォームでも利用できる。5. おさむき